波の穏やかな音はドラマオーシャンズビギニングの登場人物たちの心の動きを表しているようでした。ブレイクタイミング 0.25。 このここごたたまる物語は人生に迷う青年夏と彼がその存在を知らなかった娘海の物語です。思いがけない再会から愛と喪失、そして家族の力について書いた感動的な物語が始まります。最初は驚きでいっぱいだった夏ですが、父親としての自覚が芽生え始めます。ブレイクタイム 0.25S。 海の登場で夏の世界は広がり、慣れないという大海原へと自治かれていきます。つまずいたり悩んだり不安になったりもしますが、海への愛情は日増しに深まっていきます。最終話はそんな感情の波が最高潮に達し、視聴者は小座を飲んで見守りました。夏は父親として成長できるのか。ブレイクタイム、その答えは繊細な感動とともに人と人とのつながりを織りなすように描かれていきます。小さな新野町はまるで登場人物の一人のよう。 0.25、 静かな美しさは夏が徐々に手に入れていくここの平穏を表しているかのようです。孤独の象徴だった海は夏と海の深い絆の象徴へと変わっていきます。夏の肩には責任の重みがのしかかっていました。彼は子育ての大変さに全く準備ができていませんでした。突然娘がいると知ったことで彼の人生は大きく揺らぎます。不安や恐怖、そして強い責任感にひなまれます。最終話ではそんな夏の葛藤がありのままに描かれています。娘を守れるのか、育てられるのか、いちぎいてあげられるのかと自問自答を繰り返します。しかしそんな不安の嵐の中で静かな強さが生まれてきます。海の無邪気で愛情あふれる富を見つめ、夏は娘を失望させるわけにはいかないと決意します。最終話では迷える青年だった夏が献身的な父親へと変わっていく姿が描かれています。困難を乗り越え、小さな喜びを見つけ、娘との絆を大切にすることを学んでいきます。海の存在は夏の中に眠っていた愛情を呼び覚ます、かけがえのないものだったのです。オーシャンズビギニングの最終話は喜びと悲しみが入り混じる感情のジェットコースターでした。視聴者は夏が自分は一人じゃないと気づく感動的な瞬間に立ち会います。海、周りの人たちの支え、そして家族の変わらぬ愛情に気づきます。そして心の安らぎ、居場所、そして満ち足りた気持ちを得るのです。特に感動的なのは夏が海の父親としての役割を受け入れるシーン。海を強く抱きしめ、愛と誓いの言葉をささやきます。俳優たちの迫真の演技は視聴者の心に深く響きました。広大な海を背景にしたラストシーンは美しく、そして感動的でした。手をつなぎ水平線を見つめる夏と海、二人の未来が象徴されているかのようです。かつて夏の孤独の象徴だった海は今無限の愛と可能性を表しています。最終話は希望、再生、そして人とのつながりの大切さを視聴者に感じさせてくれました。オーシャンズビギニングでは人と人とのつながりの大切さをテーマに様々な人間関係が描かれています。夏の物語は海との関係だけでなく彼の人生を形作る複雑な人間関係を描いています。それぞれに悩みや喜びを抱える脇役たちも夏の成長に大きな影響を与えます。老業師は助言や励ましを与えてくれる人生の先輩、商店街のおばちゃんは子育ての苦労を助けてくれます。海のおばあちゃんは夏と海の橋渡し役として家族の温かさ、そして安心感を与えてくれます。タイトルオーシャンズビギニングには夏と海の変容を表す深い意味が込められています。海は未知の強大さ、人間の感情の深さ、そして生命の循環を表しています。常に変化し続ける海のように夏と海もまた新しい環境に適応し成長していきます。海の抱擁は人生における試練とチャンスを表しています。
ラストシーンでは、夏と海が海岸に立ち、未来を受け入れる準備ができている様子が美しく描かれています。海はまた、すべてのもののつながりを象徴し、夏と海を周りの人々と結びつけています。オーシャンズ・ビギニングは、愛と希望に満ちた、二人の新しい人生の始まりを描いた物語です。夏の物語は、このドラマのテーマである人は一人では生きられないということを強く印象づけています。彼は不安の中で一人ぼっちで生きていました。しかし、海や周りの人々の出会いを通して人とのつながりから生まれる力に気づきます。海の揺るぎない愛情と信頼が夏に恐怖を克服し、父親としての役割を受け入れる力を与えます。地域の人々の支えも夏の成長に大きな役割を果たしました。老魚師、商店のおばちゃん、海のおばあちゃん、みんなが夏に助言や励まし、そして具体的な助けを与えてくれます。夏は真の強さは孤独ではなく、人とのつながりから生まれることを実感します。オーシャンズ・ビギニング最終話は視聴者の心に希望の波紋を広げました。夏と海の物語は家族、地域社会、そして愛の大切さを思い出させてくれます。文化の壁を越え、人と人とのつながり、そして居場所を求めるという普遍的な人間の経験を描いた物語です。分断と孤立が進む現代社会において、希望のメッセージは特に力強く響きます。どんなに暗い時でも、再生と新しい始まりの可能性が常にあることをオーシャンズ・ビギニングは教えてくれます。最終話は若い親を支えること、そして子育てにおける地域社会の力の大切さについて議論を巻き起こしました。オーシャンズ・ビギニングの影響は画面を越え、親切心と思いやりの行動を流しました。最終話では夏と海の切れない絆が美しく描かれています。思いがけない出会いから生まれた二人の関係は深く、そして永遠の愛へと成長していきます。最初は戸惑っていた夏ですが、深い責任感と愛情を持つようになります。守り、育て、そして娘を大切にする、まさに父親となります。海もまた夏に無償の愛と愛情を注ぎます。海の揺るぎない信頼と愛情が夏の過去の傷を癒し、父親としての役割を受け入れる助けとなります。二人の絆はお互いにとって力と立ち直るための湯のとなります。夏と海の切れない絆は愛の変革と癒しの力を証明しています。オーシャンズ・ビギニングの最終話は力強い父の愛の描写で幕を閉じます。不安から揺るぎない愛情へと変化していく夏の旅は、親になることの変革の力を物語っています。彼は自分が知らなかった愛、自分自身を変えるほどの深い愛を発見します。彼は過去ではなく娘への愛情によって定義される男となりました。海への愛情は全てのやり取り、全ての視線の交わり、全ての優しい触れ合いに現れています。自分のことよりも海のことを優先し、自分の欲求を犠牲にして海の幸せを願うことを学びます。彼は海の守護者、養育者、指導者、そして常に愛と支えの身のとなりました。夏の愛の描写は子供の人生における父親の大切さを力強く思い出させてくれます。夏の海への愛は単なる物語の一部ではなく、オーシャンズ・ビギニングの心であり